比婆山ですね、登っていきたいと思います。いくつかルートはあるんですけど、今回はあのイザナミ様の関係を中心に行く形ですね。で、駐車場は上の方にはあるんですけど、道がね細いんですよ。ところどころちょっと3ナンバーじゃきついなと思うので、もしあの広島からなのか岡山なのか、まあ、どっかから来るときにレンタカー借りる方はちっちゃい車ですね、来た方がいいと思います。で、イザナミ様の隠れ穴の方にねまず行きたいと思います。で、熊の鈴とかも持ってきてくださいね。まあ、ある程度人がいる時間帯は多分出会わないと思いますけども、まあ念のために、持ってきてください。あとはもう山は自己責任ですからね、何があっても。とりあえずあのイザナミ様のね隠れ穴まで 400m ですけど行ってみて、あ、だいぶ観光の方が来るので道は整備してはあるんですけど、うん、上の方の駐車場が微妙っすね。むしろ神社の方から上がってきた方がいいかもしれないですけどね、一日かけて。だから朝神社がまあ7時か8時かな、で上の頂上でご飯を食べてみたいなね、帰ってくるみたいな、まあ、理想的にはそうですけどね。必ず夕方の4時までには下山できるように計算はしてください。ちょっとね寒いんですけど、実は11月の下旬に来てるので、でも昨日まではちょっと暖かかったんですけど、それでもこの上で何度かな、4度5度ぐらいかな多分。だから寒がりの方は、まあ、セーターとかね、あと今ユニクロだったらあのウルトラライトダウンジャケットっていうのがあるんで、それを着てくるのもありかなと思いますけど、風が刺すんでね、なるべく風をブロックするようなものがいいですね。あと必ず水、食料、まあ、チョコレートでもいいですけど、なんかあった方がいいですね。あとタオルね、タオルは 2,3 枚あった方がいいですね。こんな時とか、あとつまずいてちょっとくじいた時の枝なんかを利用して足を縛って支えるみたいなね、そういう時に使えるので、タオルはね意外になんか利用か、汗拭きだけじゃなくて利用するとできます。なるべくあと一人では来ない方がいいですけどね。私は慣れてるからいいんですけど、まあ、ガチ登山をしてる方は、ね、あんま一人で行かないと思いますけど、させていただけるっていうのはまあありがたいことだと思いますけど、ちょっと私自分のメインの車が壊れて急遽家族に車を貸してもらって来てるんで、まあ私の車の方がちょっと幅が広いんで逆に良かったなと思いますけどね。これで私の車だとこの駐車場まで来たら泣きますね。神社ならいいですけど、ところがいいけど、かつすれ違いが、あるんで、やっぱりね相手も大きいしこっちも大きい車だとすれ違いで、あの回避ポイントまでバックどっちかがバックしなきゃいけないとかね出てきちゃうんで、
まあでもこの上の駐車場までは割とすれ違いが難しいと言えばいい。なんか今日本当なんか幸運なことに、実はあの登るシーズンじゃない時に来てるのですれ違いしてないので、まあこういうとこ来る人はまあ大まかにあの12時過ぎになって登って来られる方あまりいないので、午前中はもう登るだけ、午後から下るだけみたいななるので、そういう形で行かないとですね。とにかく山は登るなら午前中、これ鉄則です。午後から登らないこと。よっぽど低い車、あの山でもね、やっぱり整備、これここは整備してある方だからいいんですけど、そうじゃないところは結構大変になって、なんかいろいろ喋ってますけど、その穴が見えてこないですけど、見逃してたらいいですね、喋るの一生懸命で。あ、案内板ぐらいはあると思うんですけど、絶対にこの運動靴で来てくださいね、スニーカーは、あと、まあ、そこの方も見てもらって、そこのある靴で来てもらって、で私はこうやってビデオ撮ってますけど、普通やらないでくださいね危ないですか、何度も言ってますけど、私は慣れてるからできるだけであって慣れてない人は転びますから、やめてください。日よけ屋なんですね。